あれある？一人の移動とかってさ、降りる場所、例えば新幹線やったらさ、はいはい。寝過ごしたら都道府県変わるやんか。うん、うん。めちゃくちゃ緊張すんね、俺は。はいはいはい。寝たりする？一人の移動の時。終点まで行く時は寝ちゃいます。あ、そうやな。あ、うんうんうん。はい。それはやっぱ怖いですよね。怖いなぁと、ほんまに。俺、山下さん、寝れないですか？俺ね、あ、一応アラームはかけんねん。人に迷惑やねんけど、うん、あの、携帯でアラームかけて、で、音鳴ったら迷惑やからと思って、ブルブルにすんねん。うんうん、で、ブルブルをこの T シャツのこの辺のズボンに挟んどいて、ブルブルさせんねん。で、それで迷惑かからんから、まあ起きれるし、で、ええかなと思って、この前、それブルブルってなったから起きてバーンって立ったやんか。ほら、パンツの中に入って。もう最悪やね。で、俺細いジーパン履いてるからさ、出てけへん。出てこない、出てこない。どんだけやっても。でも、太ももの辺でずっとブル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 言ってるね。でも、俺にはあかんからね、絶対。は、そう、怖いなと思って、そういうな。一回移動日の時に、一人の移動日の時に、大阪から名古屋やって、で、一人で移動してて、あの、ちょうどええタイミングで起きて、あ、名古屋ーってなってて、名古屋ってホームがさ、うんうんうん、名古屋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 って言ってしまって、新横まで。いいタイミングで降りたって、起きたと思ったのよね。惜しかったですね。ほんまに、そう、前も言ったけど、惜しいやつで生きていった俺。惜しいね。惜しいな。